とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、タワーの攻略をやっていきたいと思います。今回のタワーが1週間のみなんですよね。なので、あと4日ぐらいで終わるには終わるんだけども、まあ一応今回結構難しいということで、攻略動画出していきます。1回で30回まで行っちゃうとちょっと長くなりすぎますので、3回に分けます。まず1回から10回、そして11回から20回、21回から30回という感じですね。今日は1回から、11回がボスだったような気がするな。まあとりあえず最初のボスを倒すまでやっていきましょう。ではスタートです。まず最初、クリーパーが結構多いです。なのでクリーパーをうまく処理していってください。クリーパーは基本2発で倒すようにしましょう。3発かかるとちょっと、爆発する可能性が高いので、最初の1発を空振りして2回目3回目で攻撃をするとちょうどよく倒すことができますよ。危ない。でクリーパーさえ、処理してしまえばあとはもう雑魚です。弓を避ける練習とかもここはできると思うので、危ねえ。弓をねしっかりと避けながら戦っていってください。はい、あー危ねえ。あ、意外といけるもんだったな。この上のこれより上か、ここはクリーパー2発で全然いけるっぽいですね。最初空振りせずとも。しゃ、終わり。1回はまあ余裕だと思います。今回のタワーからね、ショートカットとか、持ち込みそういうのができなくなりましたので、もう正規のね手順を踏むしかないんですもんね。難しい。で1回報酬でパワーシェイカーを持っていきましょう。最初にリープリーフが出ますので、まずはリープリーフを、処理していきましょうね。リープリーフが結構めんどくさいです。で、あっちからね、クリーパーが来てるのを見逃さないようにしてください。クリーパーがね、結構めんどくさいので。で、できれば、この毒のやつから先に倒すと、楽かとは思います。まあまあ別に、最初のね、この回なんで、そんな倒す順番とか気にせずとも大丈夫ですね。いきまーす。2回クリア。で、報酬で、地雷、持っていきましょう。地雷はですね、アップデートで強化されました。まずダメージが増えたっていうのと、あとは、この爆発が自分には効かなくなったんだよね。なので、すごく使いやすくなりました。前はね、自分で踏んで、ちょっとダメージ受けちゃうっていうことが多々あったと思うんですけども、今回のアップデートから地雷は自分で踏んでも、ダメージを受けません。すごくいいよね。アップな、はい、おいで。じゃあ、あら、あれ当たんない当たんないんかい。うまいこと地雷入ったなと思いきや別に入ってこなかったね。危ない危ない。はい、で風使いを倒しておしまい。3回クリアです。でここの報酬は別に何もいりません。いきましょう。でここも特に問題はないですね。今持ってる手持ちの地雷そしてパワーシェイカーをうまく使っていけば全く問題ないと思います。クリーパーも出てくるんだけども、まあ、パワーシェイカーでうまく処理してください。ちょっと1階に出てくるやつとは HP の高さが、違うかとは思います。ああ、はい、よし、ナイス、いい場所、ドン、いいね。危ない、倒しきれてなかった倒しきれてなかった。でもあんだけの HP だったら全然余裕ですね。おお、いやいやいや、見てなかった、見えてなかった。一気に2匹とも倒したと思ったんだけども、
まさかの倒しきれてなかった。あはは、ぶね。最初からミスするとこだった。で、こいつを倒しておしまいですね。今回クリアです。まあボンミスはしないようにね、行きましょう。ここの報酬何もいりません。行きます。俺基本的にあんまり報酬はね、最初のうちは買えないタイプなんですよね。最初はね、買えないんですよ、実を言うと。うん、買えなくても、なんか いけるんだよな。いけるとか、買えない方が行きやすいんですよね。やっぱり最初から持ってる防具優秀だもん。うん、下手なやつ取るよりもこっち使っていった方が危ない。軽減もつくし、攻撃力も上がるしで、ね、お得なんだよね。はい、おいで。で、ここで、ここはシュルカーの弾には当たらないようにしましょう。うん、まあまあ気をつけても当たるときは当たるんだけどね。当たるときは当たるんだけども、基本的には当たらないようにいきましょう。うん。下手なときに当たって、敵からね、集中攻撃を受けると、マジで死んじゃうんで、一応気をつけて、行ってください。5回クリアです。はい。で、ここで、星なき夜取りたいところですけども、取りません。ノーマルです。そのまま行きましょう。スタートしたままね。で、ここね、この辺りに敵がめちゃくちゃ湧くんで、ちょっと一歩引いたところ、この辺りで、戦うと、やりやすいと思います。ちょっと引いたところでね、戦うといいですよ。あんまり前の方に出しすぎると、ちょっとダメージを受けすぎて死ぬこともあるので、極力、後ろの方に下がって戦うようにするといいと思います。終わりかな。はい、6回クリアです。まあ確かに星夜があればね、ここはもっと問題なくいけるんだけども、なくても全然余裕です。で、ここでささやく槍取ってください。ささやく槍いいですよ。で、エンチャントですけども、真ん中にチェーン、これ1個入れてください。レベル1でいいです。うん。ほんと、1秒間足止めができれば、まあまあまあ、うん、十分だとは思いますんで、これぐらいでやってください。で、ここがね、シュルカーがいるんで、まためんどくさいんですよ。シュルカーがいるんで、危なっ！ちょーい！ちょっと待って待って、なんか動きめちゃくちゃ遅かったよ、今。はい。なよっしゃ、オッケー。シュルカーに、2ついます。2つ。なので先にね、ある程度、まあ、また湧くんだけどね、また湧くんですけども、最初にある程度倒しとくとちょっとはマシです。うん、ある程度っていうか、まあ、2体しかいないしね。2体まず倒していくとちょっと楽なので、倒しておくのをおすすめします。もうとにかく嫌だもんね、このね、浮遊射撃みたいなのが。すごく戦いづらい。じゃあ、もう少しで終わりかな。うん。なんで、虚無はね、極力、食らわないようにしましょう。ここにいて爆発した時に、虚無になるんで、虚無は極力多分食らわないようにしましょうね。じゃないとダメージがかなり増えてしまうので、ちょいちょいちょい。で、まあまあまあ基本だけども、一応エンチャンターは先に倒す、それはちょっと徹底していきましょう。 OK。で、弓は忘れずに、あ、矢か。矢は忘れずに取っていくことですね。やっぱね、矢筒を1個取るだけで全然違いますもんね。今回のタワーも弓がものすごい重要なので。で、ここの報酬、乱射のクロスボウを取っていってください。これがね、最後まで使う
メインウェポンとなってます。エンチャント入れましょう。まずは長弾を入れたがいいです。長弾。そして余ったやつでパワーですね。とにかく長弾が優秀。ものすごい優秀です。で、これ、ここ、上に結構敵出ます。この下あたりで陣取って戦うと、意外といい感じに戦うことができます。はい。下手にね、上で戦うよりも安全なので、まあ、安全に行きましょうよ。よし。そんな急いだって、まあ、敵はガンガン出てくるので、まあ、そこまで急がず、うん、安全に行きます。8回クリアでーす。んで、ここ報酬。衛兵のアーマー、取りましょう。防御はそうないんだけども、これ、クールダウンがついてるんですよ。もともとクールダウン。なので、おすすめです。あ、危ない。あ、まだか、次か。次でパワー入れる。で、防具には、エンチャント入れなくて大丈夫です。防具はエンチャントなし。別にいいのもね、ついてないので、エンチャントは入れなくていいです。よし。いいね。で、こっからはもうね、乱射、バンバン撃っていっていいです。危ねえ。矢はね、多分最後の方まで残ると余ると思うんで、もうどんどん使っていってください。もう400本ありゃ十分でしょ。うん、十分なぐらい溜まってると思うので、400本ありゃいい。しゃあ。で、10回ですね。あ、やっぱり10回商人だ。だよね。OK。何もいりません。で、ここ、商人が、ユニークだよね。うん。ユニークで、乱射のクロスボウ。これを、輝く、ハープクロスボウに、変えまーす。で、先ほどの、パワーが残ってるので、エンチャをしていきましょう。長弾とハープクロスボウも、長弾がついてます。かなりの確率で、跳ね返ることができるので、いいですよね。ボスです。うん。ボスまで行きますね。で、ボス2体出てきます。まず、別にどっちからでもいいです。とにかく、めんどくさい敵なので、気をつけていってください。基本的に、やべえ。弓で戦った方が間違いないです。じゃあ、最初のね、このブラインドがもう鬱陶しいのよ。こいつら、本当に。ブラインドのね、うっとうしいこと。だから、ぼちぼち弓を打って、長弾させながら倒していくと、結構安全に倒すことができます。あ、オッケーオッケー、倒したね。危ねえ。ほんと、とにかく長弾よ。長弾で、この、イリュージョナーの偽物を、どんどん消していけば、いいですね。はい。これ、ほんとこれね、輝くハープなければ、めんどくさいと思う、ここのボスは。クリアです。んで、報酬で、地雷。これをパワーアップさせちゃいましょう。はい、ということで、今日は、1回から11回まで、攻略していきました。まあ、これが俺の、いつも取る、感じのものですね。うん、まあ、他にもやり方あると思うんですけども、ちょっと俺のやり方で、今回、そして次、その次と、やっていきたいと思います。はい。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。